日本とチェコの関係は、チェコ共和国と日本の二国間関係である。両国関係は、1919年にチェコスロバキアと日本との間で樹立された。群馬県高崎市にある群馬音楽センター。チェコの建築家、アントニン・レーモンドが衣装設計した。チェコスロバキアと日本の外交関係は1919 19年に樹立された。チェコの建築家、 アントニン・レーモンドは、トマーシュ・マサリク政権の中日代表として1926年に、チェコスロバキア第一共和国名誉領事に就任し、1939年まで在任していた。両国関係は、第二次世界大戦により1939年から途絶していたが、1957年に国交が再開された。日本の初代在チェコスロバキア全権代表を、 勤めたのは長岡春一講師であった。1993年にチェコスロバキアが解体されると、日本はチェコ共和国とスロバキア共和国の成立を承認し、また、両共和国との外交関係を継承した。2002年7月、天皇皇后がプラハを公式訪問した。2003年8月、小泉純一郎内閣総理大臣が中央ヨーロッパ参加国、 すなわちドイツ、ポーランド、チェコを歴訪した。8月20日、小泉首相はワルシャーを立ち、参加国歴訪の最終目的地としてプラハへと向かった。翌日の午後、チェコのブラジミール・シュピドラ首相と首相官邸で会談し、両国の二国間関係や国際情勢の懸案事項について意見交換をした。 国際情勢の懸案事項として挙げられた問題の中には北朝鮮核問題やイラク戦争が終結して3ヶ月が経ったばかりのイラク復興支援が含まれていた。この会談の結果、両首相の連盟で日本国とチェコ共和国の戦略的パートナーシップに向けた共同声明が発出された。共同声明はチェコ共和国と日本の友好関係10周年及び 両国関係の画期的な出来事として、前年の天皇皇后のチェコ訪問を祝福し、二国間、関係、イラク復興支援、大量破壊兵器不拡散などの分野において、協力関係をさらに進化させることを宣言した。トヨタ・プジョーシトロエン・オートモービルの自動車、工場日本とチェコの経済関係は、電子機器や機械部品の直接投資及び貿易において、 着実な発展を続けている。1968年、兄弟国を自称するソビート連邦及び、共産主義国家4カ国がプラハに戦車を展開した、年に、日本からは同時に渡し企業が進出した。すなわち、大手総合商社の三井物産が、チェコの首都プラハで営業を開始したのである。冷戦が終結して、数年が経った1993年に、 日本の輸出入や投資を推進する独立行政法人である日本貿易振興機構が新たにプラハ事務所を開設した。その後、日本の大手メーカー2社がチェコに工場を設立した。具体的には、1996年に松下電気産業がプルゼニにテレビ工場を、1997年にトーレガプロスチェイオフにポリエステル繊維工場を設立している。 日本とチェコのビジネス市場で最も画期的な出来事は2002年トヨタ自動車と PSA プジョーシトロエンの合弁企業であるトヨタプジョーシトロエンオートモービルがコリーンに本社を設置して自動車工場を建設したことである2005年2月から生産が始まり2012年3月の時点でトップ化は製造開始から200万台以上の車両を生産したチェコ共和国では 三つの大学が、日本学の家程を設置している。すなわち、プラハ・カレル大学、ブルノ・マサリク大学、オロモーツ・パラツキー大学の三校である。プラハの在チェコ日本大使館神戸のチェコ名誉領事館、ヤン・ビンケル・ヘーフェル・ヨセフ・ハブラス・カレル・ジェブラコフスキー、ヤロミール・ノボトニー・カテジナ・フィアル・コバート・マーシュドゥップ、ミラン・スラネッツ・マルティント・ムチョ。ありがとうございます。